どこ？監視者のドーム。ちょっと待って、なんかすごいとこ出てきちゃった。なんだろう、ちょっと怖い。私回復してくるの忘れちゃったんですよね。確かドームでできましたよね。まあいっか、ちょっと戻ってると時間がっていう感じなので、一旦セーブして、ちょっとね、動画の時間の方が長くなってるので、多分2分割にしてると思います。なんでちょっとこの監視者のドーム入ってみましょう。 OK、 何が待ち受けているんでしょうか。ちょっと待って、一瞬音楽消えたんですけど。あ、こっちはいけないの、ここから。映った。電気がうまく通ってないみたいな感じ。誰かいる、誰かいる、誰かいる。そしてなんか変な、なんだろうあれ。ブルーベリーみたいなやつがいる。あれ、こっからいけないぞ。あれ、ちょっと待って、下からいけたのかな、さっき。あ、いけそうですね、普通に。普通に話しかけていいの？あ、そういえばなんか変な変わり者のじいさんが住んでるって聞いたな。謎の物体、うい、博士が私にどのようなプログラムをするのかとても楽しみです。ねえ、博士。そんなに楽しみにしてくれてると、わしもやりがいがあるの。どうじゃ、じっとは様になってきたじゃろうが。なんだろう、このブルーベリー。はんはんはん。わかったわかった。で、サラか、久しぶりじゃの。ならん。言ってはならん。死の山だけは言ってはならん。と言っても、その時とその者たちでなければ、死の山には行けぬことになっておるがの。ひゃひゃ。ん？それよりも、お前さんたちは見たことがあるかいな。私の作った海底神殿や、黒鳥号？黒鳥号？なんだろう。カラスじゃないよね。そら見事なもんじゃぞ、ひゃひゃ。わかんない。なんだろうこの人。話が通じない。今は来ても意味ないところなのかな。で、多分この上にあるのが死の山だよね。あれ、ちょっとちらっと覗いてみましょうか。好奇心には勝てません。押し戻されますね。なるほどね、やっぱりそういうことか。今来るべきところではないということで追い返されたんで、地下水道に戻って、一旦アリスドームに戻りましょうか。間違えた。回復もしたいですしね。確か回復のなんかカプセルみたいな、なんていうのかな、施設じゃないけど装置かが確かあったと思うんで、その装置を借りましょう。だいぶ橋がかかったので帰りやすいですね。てかすぐですね。で、なんかいいアイテムも手に入れたことですし、あ、情報ありがとうございました。
まあ、死ぬ山の場所も分かりましたけど、まあ、今は行くべきところではないみたいね。でサラよって言ってたから、今後サラっていうキャラが出てくるのかな。キャラの名前ではないのかな。間違えた。違う、装置を私は使いたい。これエナボックスね。よし、うん。その悲しい顔はしないでほしいかな。で次なる目的地はプロメテドームなんで、そこに行くためにまた廃墟を越えていかなきゃいけないんですよね。でドンがくれたバイクのキーがあるんで、それはどうすればいいんだろう。勝手に行ってくれるのかな。んー、こっから探し出せってこと？もしかしてミドルポーション、もうなんか骸骨みたいな、なんかちょいちょいなんか、何これ、すごい、これでしょ。おっ、マジか。え、マチナ、なんだこれ、ロボット。あ、兄貴待たせたな。うわ、奇抜な人来たよこれ。兄貴、俺の名はジョニー、こいつらの頭だ。今頭だって読みそうになったけど、向こうの大陸に通り抜けたきゃこの先のハイウェイ跡で俺と勝負だ。すごいね、変形できるのね。そこのジェットバイクを使わせてやる。ビビってんじゃねえよ、バリバリだぜベイベーこういうキャラ嫌いじゃないところでおめえ動かし方は知ってんだろうな。知らないですね。仕方ねえな、ジョニー様が教えてやろう。アクセルはオートだ、勝手に進んでいくから安心しな。移動は方向キー上下を押せばその方向に移動する。ターボブーストは×3 回まで使わせてやる。回数は右下に×のマーク、じゃない、 B のマークで書いてある。だがしかし一度使った後はマーク上のゲージが溜まるまでは使えねえ、気をつけな。ゴールまでの位置は画面下に出てるぜ。さあしっかりついてきなベイベー。なるほど。兄貴兄貴兄貴は早い、兄貴は強い、兄貴早い、兄貴は強い結構慕われてるんですね。ありがとう。あー大丈夫使わせてやるっつってもこれ元はドンのやつなんじゃないのまあいいですけど。え、ほ、いきなりのレースゲームっていう、ちょっとめんどくさいなよ。なるほど、こうやって邪魔してくるわけね。で私も邪魔すればいいわけだ。もうなるほどね。う、あ、く、なかなかやるな。よいしょ、ちょっと足止めをしたいんだけど。勝った？BGM 的には勝った感じがするしかし突然のレースゲームに驚いたな本当に負けたよおめえたちには。またいつでも来いよ、一緒に風になろうぜベイベー。
思ってた以上にいい人でよかった。うん、よかった、楽しかったよちょっとギリギリだった気もするけど。なんだ、廃墟もなんかこの前の廃墟みたいにちょっと大変なダンジョンなのかと思ったけど、工場跡で、これがプロメテドームですね。じゃあちょっと工場跡も覗いてみましょう。予想以上に廃墟が早く攻略終わったんで、攻略っていうかって感じですけど。お、あ、なんなのこれは。なんか初見殺しというか、なんていうか、これも多分技しか効かないやつかな。どっかで、なんか解放、解放者効かなさそうな気もするけど、一応打ってみる。1か。あー、でも黒のだと、悩んだよなー。あ、いいね。ちょっと MP の消費が激しくなりそうで。もしかして、あ、よかった。また出てくるかと思った。ん？じゃあいけないってこと？あれ？どういうこと？ルッカーなんかないのかな今まだ来れない場所なのかな。あ、でも多分死の山のこともあるから、いずれ戻ってくるんでしょうね、この時代にも。プロメテドーム入っちゃいます。おー、またロボットがいるぞ。あやっぱりそういう感じなのね。で、ルッカの言う通りで、はぁ、あれば、ここにゲートがあるはずですが、これだけ並んでれば、回転切りで、あ、でも3体が限界か。いいね、いいね。余裕だね。ルッカがちょっと攻撃力低いかなって感じがするけど、武器かな。武器買ったよな。でも、お、マルのレベルが上がった。もしかしてこれ回復のですよね。ありがたい。オッケー誰かいるぞ。あ、違う。あ、待って、これオープニングに出てた子じゃないの？な、なにこれ？あ、なに？急にアニメーション。ボロボロだなぁ。楽しそう。壊れてるみたいね。けどすごい、完全な人型ロボット。直せるかもしれないわ。え、直すって、他のロボットたちみたいに襲ってきちゃうわよ。そうしないように直すの。ロボットたちは自分の意思で襲ってくるんじゃないのよ。人間がそういう風に作ったの、ロボットたちの心をね。ルッカにはロボットたちの気持ちがわかるんだね。じゃあ取り掛かるわ。扉開かないみたい。これでよしっと。
動かすわよ。バチバチしとるな。おはよう。おはようございます、ご主人様、ご命令を。あ、この BGM いいな。私はご主人様じゃなくてマール。それに黒のに、あなたを直したルッカよ。了解しました。私を直してくださったのはルッカ様ですね。ルッカでいいのよ。そんな失礼なことはできません。様付けで呼ぶ方が失礼なことだってあるのよね、マール。了解しました、ルッカ。よし、で、あなたの名前は？名前？開発コードのことですね。 R66Y です。 R66Y か、イカスじゃない。読み方が合ってるのか私には分からないけど。ダメよ、そんな可愛くないの。ねえ、クロノ、もっといい名前つけてあげようよ。何がいいかしら。そうくるか。ロボ、これはこれでいい気もするけどな。ロボでさすがに変えるほどひどくはないからな。でもロボか、んー、どうしよう。ロボの助で行こうかなと思います。まあ別に全然ロボでもいいと思うんですけど、なんかね、オリジナリティを出そうかと思って。ナイトもしっかりね、ナイトか騎士ならロボの方はちょっと忠義に熱そうな感じがしたんで、まあ、ナイトさんもそうですけど、ちょっと侍っぽくロボの助。全然侍っぽくもなんもないけどね。ロボの助でいきます。いっか、これでロボの助、ロボの助か、悪くないね。でもちょっと可愛い目の名前じゃないですか。可愛い名前って言ってたから。いい？あなたの名前はロボの助よ。ロボの助ですね。メモリーインプット完了。ねえロボの助、ちょっと聞きたいんだけど、やっぱちょっと合わないかな。まあいいや。私が楽しいからよしとしよう。今は、これはどうしたのでしょう。このプロメテドームには多くの人間や私の仲間がいたはずですが。言いにくいんだけど、ロボの助、あなたが倒れている間にここの人たちは多分。そうですか。では、あなた方はなぜここに。私たちは王国歴1000年からゲートという時空の歪みを通ってここに来ちゃったの。ここにもゲートがあるってアリスドームで調べてきたの。そしたらあなたが倒れてたってわけよ。けどドアが動かなくって、けどドアが動かなくってここから先に行けないの。ここの電源は完全に死んでしまっているようですね。北にある工場に行けば、ここに連動する非常電源があります。私なら工場のセキュリティを解除できます。本当？修理してくださったのです。今度は私がお役に立ちましょう。しかし、いつまで非常電源が持つか分かりません。どなたかここに残って、電源が入ったらすぐにドアは開けないと。じゃあ私かマールが残るわ。回復薬のマールが欲しいけど、ロボの助とルッカのコンビが見たいな。どうしよう。
まるお留守番できる？危なくないかな？大丈夫かな？わかった。気をつけてね、クロノ。やった、暇してたんだ。ルッカと代わっていい？わかった、待ってる。ごめん、かわいい。これでロボノスケがパーティーに加わりました。かわいい。ブリギンアーム、アイアンメット、チタンベスト、プロテクター。なるほどね。違う違う、技を見たいな。あ、やっぱり回復覚えてるんですね。ケアルビーム。敵単体にパンチを飛ばして攻撃、ロケットパンチ、回転レーザー、敵全体に回転レーザー、いいね。ロボノスケ体力もあるし、いいですね。このコンビじゃなくてトリオもいい感じ。本当は4人でいければいいんですけどね。じゃあまあ今回はここまでにしようかなと思います。新しい仲間のロボノスケが加わってくれました。なんかニックネームつけると愛着がすごい湧きますね。まあでもクロノとかマールとかルッカももちろん大好きですけど、ナイトさんといい、ロボノスケといい、なんかいいキャラしてますね。やっぱ忠義に厚そうっていうのは間違いじゃなかったみたいです。受けた恩は返すみたいな感じですからね。よし、じゃあ今回はここまでにして、次回はロボノスケとルッカと共に工場跡を、攻略していきたいと思います。で、その先のゲートが多分開けるんでしょうけど、それ、ゲート開けたらロボノスケどうするんだろう？一緒についてきてくれるのかな？ついてきてくれたら嬉しいな。ということで今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。次回も見ていただけると嬉しいです。それではまたね、バイバーイ。